それでは1パック目を裏向きの状態で開封し、トークンカード、広告カードを覗いていただいて15万円あることを確認してください。はい、それでは15枚40秒開始。池田智彦さん、池田智彦さん、はい、それでは14枚40秒開始。生田雅也さん、フロンティア市挑戦者決定戦トライアルの決勝戦を始めます。大会カウンターまでお越しください。5秒3 2 1ドラフト左の方に9枚あることを
ってください。それでは9枚20秒開始。池田智彦さん、池田智彦さん、すでに準々決勝が始まっております。会場右奥側のエリアにお越しください。5秒、3、2、1、ドラフト。左の方に8枚あることを提示してください。それでは8枚20秒開始。5秒、3、2、1、ドラフト。左の方に7枚あることを提示してください。それでは7枚15秒開始。5秒、3、2、1、ドラフト。左の方に6枚あることを提示してください。それでは6枚10秒開始。5秒、3、2、1、ドラフト。左の方に5枚あることを提示してください。それでは5枚10秒開始。5秒、3、2、1、ドラフト。左の方に4枚あることを提示してください。それでは4枚5秒開始。3、2、1、ドラフト。左の方に3枚あることを提示してください。それでは3枚5秒開始。3、2、1、ドラフト。左の方に2枚あることを提示してください。それでは2枚5秒開始。3、2、1、ドラフト。それでは最後の1枚を確認し、裏向きの状態で枚数が15枚あることを確認してください。はい、それではトレードタイマーより60秒間の確認時間に入ります。それでは確認時間60秒開始。5秒、3、2、1、確認時間終了です。カードを一つの束にまとめて伏せてください。それでは2パック目を裏向きの状態で開封し、トークンカード、方向カードを除いて15枚あることを確認してください。はい、それでは2パック目はカードを回す方向が右方向となります。ご注意ください。それでは2パック目15枚40秒となります。15枚40秒開始。はい、で、
5秒、3、2、1、ドラフト B の方に14枚あることを提示してください。それでは14枚40秒開始。
それでは7枚15秒開始。5秒3、2、1。ドラフト右の方に6枚あることを提示してください。それでは6枚10秒開始。業務連絡荒木さん、レガシーアクティブ2着です。23、32、3、23、32、1。ドラフト右の方に5枚あることを提示してください。それでは5枚10秒開始。5秒3、2、1。ドラフト右の方に4枚あることを提示してください。それでは4枚5秒開始。3、2、1。ドラフト右の方に3枚あることを提示してください。それでは3枚5秒開始。3、2、1。ドラフト右の方に2枚あることを提示してください。それでは2枚5秒開始。3、2、1。ドラフト、それでは最後の1枚を確認し、裏向きの状態でピックしたカードが30枚あることを確認してください。はい、それよりこれから90秒間の確認時間に入ります。それでは確認時間90秒開始。ありがとうございました。
それでは14枚40秒開始。それでは13枚35秒開始。これしかもさ、赤まらないから暮らしよく頑張ったんですよ、俺今超頑張ったんですよ。このぐらいの9だったね。結構やりくりむずいっすね、これ。5秒、3、2、1、ドラフト。左の方に12枚あることを提示してください。それでは12枚30秒開始。5秒3、2、1、ドラフト。左の方に11枚あることを提示してください。はい、それでは11枚25秒開始。5秒3、2、1、ドラフト。左の方に10枚あることを提示してください。はい、バイユー争奪レガシー杯ご参加の皆様、それでは10枚20枚お疲れ様でした。これより決勝シングルエリミネーションに進出される上位8名の皆様を紹介いたします。まずは1位通過です。1位通過は勝ち点15点、5勝1敗となります。平木孝義さんです。おめでとうございます。続けて2位と3位は勝ち点14点となります。5秒。2位通過高泉洋介さん。3位通過豊田新平さんです。おめでとうございます。左の方に9枚あることを提示してください。4位から7位までは勝ち点13点となります。4位通過坂本博之さん。それでは9枚20秒開始。5位通過山口みなみさん。6位通過高野茂樹さん。そして7位通過吉村航さんです。おめでとうございます。そして8位から10位までが勝ち点12点です。オポネントマッチウィンパーセンテージの一番高かった1名のみ進出となります。8位通過は福井翔太さんです。おめでとうございます。左の方に8枚あることを提示してください。それでは8枚20秒開始。はい、バイユー争奪レガシー杯ご参加の皆様、スイスラウンド終了時点での順位表をピッチャーテーブル左側の柱に掲示いたしました。ご自分の点数に間違いがないことを確認してください。これより数分間に申し立ての時間とさせていただきます。3、2、1、いい申し立て特になければ決勝シングルエリミネーションに進みます。また上位8名に入られてデッキリストをまだお持ちでない方は大会受付カウンターよりデッキリストをお取りください。5秒3、2、1、ドラフト。左の方に6枚あることを提示してください。それでは6枚10秒開始。
秒3、2、1、ドラフト。左の方に5枚あることを提示してください。それでは5枚10秒開始。5秒3、2、1、ドラフト。左の方に4枚あることを提示してください。それでは4枚5秒開始。3、2、1、ドラフト。左の方に3枚あることを提示してください。それでは3枚5秒開始。3、2、1、ドラフト。左の方に2枚あることを提示してください。それでは2枚5秒開始。3、2、1、ドラフト。それでは最後の1枚を確認し、裏向きの状態で45枚のカードがあることをまずは確認をしてください。はい、それではこれを見て、金光地区のテーブルに移動となります。